このページでは、重複組み合わせと呼ばれる考え方を紹介します。早速、問題文を見ましょう。リンゴとみかんとバナナが、それぞれたくさんあるとします。そこから、合計5個の詰め合わせを作ります。何通りの詰め方があるでしょうか、という問題です。例えば、このような組み合わせがあります。リンゴが2個、みかんが2個、バナナが1個です。同じものが複数個になっても構わないという問題です。なかなかひらめけないような面白い考え方で答えを求めることができます。まず、しばらく自分で考えてみてください。では、解説します。まず、具体的な場合をもう少し見ていきましょう。この組み合わせの他に、このような組み合わせ方もあります。全部、リンゴです。他にも、リンゴ4個、みかん1個、バナナなし、というのもありますね。また、このような場合もあります。では、すべての組み合わせの数を求めるには、どのようにすればいいのか、ということです。次のように考えていきます。まず、全部で5個になるのだから、玉を5個並べておきます。そして、この、リンゴ2個、みかん2個、バナナ1個というのを表すために、このように、こことここに、境目の棒を入れます。そして、この棒の左側を、リンゴとみなし、この、棒と棒の間を、みかんとみなし、この棒の右側を、バナナだとみなすのです。この考え方を、これに対応させるなら、こうなります。この境目の棒の左側が、リンゴの範囲。3個あります。棒に挟まれた部分が、みかんの範囲。1個です。そして、この棒の右側が、バナナの範囲、ということになっているのです。これに対応させるなら、こうなります。つまり、ここに、境目の棒を差し込んで、これらが、リンゴ4個を表しています。そして、この棒とこの棒の間の1個が、みかんです。この棒の右側は、バナナですが、0個です。これに対応させるなら、このようにします。つまり、リンゴが5個で、この間、みかんのところには、何もありません。バナナの部分にも何もありません。このように、2本の区切り用の棒を使って、5個の玉を、3つの範囲に振り分けるという考え方をするのです。この時、区切り棒は、このように、端っこになっていても、それも意味があるわけです。つまり、玉と棒で合わせて7個のものが、どのように並んでいるのかにより、すべての場合を表すことができるというわけです。つまり、7個の箱を考え、そのうち、どの2個に、区切り棒を入れるのかを考えればいいのです。つまり、7個のものから、2個を選択する。7×2 を計算すれば良いというわけです。計算はこうなり。答えは21通りになります。できました。早速、例題をやってみましょう。3個の正の数、x、y、z について、x プラス y プラス z イコール10。となるような、x, y, z の組は何通りあるでしょう。まず、自分で考えてみてください。解説します。まず、注意しないといけないのは、x, y, z とも、1以上の整数であることです。こちらのやり方では、
バナナが0個になる場合も含まれましたが、ここでは0個になるのは許されません。そこで、まず、X、Y、Z それぞれに、先に1個を渡しておくと考えます。すると、10個から3個を引いて、残りの7個に対して、この考え方を使えばよいというわけです。つまり、X' 足す、Y' 足す、Z' を合わせて、7個になると考えればよいわけです。7個の玉を3つに分けるのですから、区切りになる棒を2本使います。つまり、全部で9個のものが並ぶことになり、そのうち、どの2個を棒とするかを考えます。つまり、9C2 で求めます。計算は、こうなり、答えは、36通りとなりました。終わり。